旧通学路、まあ、ここを通って、まあ、通ってたのかな。おお、学会堂。完全にね、朽ち果てて落ちてます。1980年。別な、みんな話しろだけど、その後言ったけど、つまりええな、その割ええな、配属そらんな。この上に、いや、登れるんですよね。まだ登れるみたい。ねえ。じゃあ行ってきます。はい。あ、そうですね、こっち側行きましたね。はい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 、もう中入っていったと思うんですけど、はい、じゃあまた。はい、というわけで前振りがね、まあ、すごかったですけど、カルベ神社に来ました。まあね、まあ、おっぱい神社という感じの神社なんですけど、まあ、前回も何回か行ったことあるんですけど、その撮影でね、この先にあるんです。今日はその山を登ろうという企画でございます。なんかお風呂場というかシンクのようなね感じのやつあるんですけど、なんか流れてきたのか捨てられたのかどうなのかなと。よし、
よっしゃ、結構急なね、坂。うわ、うわ、もうこれはきついな、修行の道だな。うわ、うわ、廃墟がここにあったやつが流れ込んだのかな。山の中のポツンと廃墟。うわ、まだ向こうにも。どういう施設なのかちょっと分からないですけど、あ、時計メガネ、メガネ屋さん、こんなとこにメガネ屋さんが。おお、学会堂高橋。道になってみたいです。うわ、この向こうの上にも建物が。やば、結構急だ、急。完全にね、朽ち果てて。
落ちています。どういうものなのかちょっとわからないですけど、パイプやらなんやらありま、ありますけどね。汲み取り式の便所。障子とかが入ってますね。なんか、1980年8月12日住み込みの部屋だったのかな。あれ、だいぶ歩いてきました。かなり歩いてきたんですけど、赤とか黄色のテープがだんだん少なくなってきました。まあ、どういう意味を表してるかわからないですけど、まあ、周りの木々もねだいぶ雰囲気が変わってきました。かなり山の上に来てるような、そんな感じでしょうかね。本当にこの道で合ってるのかどうかというちょっと心配もね、だんだん出てくるわけですけども、まあこの道ぐらいしかないというような状況で今進んでるわけですけども、
っぱ虫の出てくるシーズン、蜂の出てくるシーズンね、嫌ですね。こんな感じになってます、旧通学路。まあ、ここを通って、まあ、通ってたのかな、総社の町に。でももうこの感じだと目的地がないというか、岩がないっていうか、もしかしたらさっきのあの場所に岩があったのかもしれないです。ないな、うん、やべ、完全に道に迷ったな。おっと、遭難したかと思ったけど、無事に帰ってこれました。うわ、やっぱ、反対、帰り際がちょっとね、ヒヤッとしますね。いろんな方面の道があるんで、もしかして岩ってのは、これだったりしてね、めちゃめちゃ近くにある、ちょっと岩の上に木がね、生えてたりとかする、ちょっと変わった岩なんですけど、めちゃめちゃでかい岩があるんですけど、これだったりしてね、めちゃめちゃもう元から神社からすぐ目と鼻の先なんですけどね。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。